Welcome back to another jam-packed State of Play, this time focusing on PSVR 2. Let's kick things off with an update from Capcom on the PSVR 2 content for that game. 皆さんこんにちは。バイオハザード RE4 のディレクターアンポです。同じくバイオハザード RE4 プロデューサーの平林です。この作品は2005年に発売したバイオハザード4を原作としたリメイク作品です。作品の魅力を少しだけご紹介しましょう。舞台はバイオハザード RE2、RE3 で描かれたラクーンシティン事件から6年後。事件を生き延びた本作の主人公、レオン・S・ケネディは大統領直属のエージェントに抜擢されていました。彼は誘拐された大統領令嬢救出の任務を受け、ヨーロッパの艦村へ向かいます。経験を重ねたことで精悍に少し大人びた雰囲気のレオンに注目してほしいです。どのようなアクションを体験できるのか、今後の情報にご期待ください。 If that doesn't sell you on PSVR 2, maybe legendary game director Hideo Kojima will。 こんにちは、小島秀夫です。ずっと作りたかったゲームがあります。それは誰も体験したことも見たこともない全く新しいものです。それが作れる日が来るのをずっと待っておりました。マイクロソフトの最先端クラウドテクノロジーと、市場の変化によって、その未知なる構想への挑戦がようやく可能となりました。少し時間はかかるかもしれませんが、これから、Xbox ゲームスタジオと提携し、皆さんに喜んでいただけるニュースをお届けしていきたいと思います。ご期待ください。 Kojima does it again, exposing perverts around the world in his upcoming PSVR 2 exclusive. Next up, Hess Barber from First Contact Entertainment talks about his favorite thing about Firewall Ultra. Pumpkin, what's his name? Petrified Pumpkins. Yeah. That's all for today. We'll see you soon with another State of Play. プレイステーション。